横山龍達横山龍達安永5年12月27日は、加賀藩年寄り。輝か横三家第八代当主。父は、加賀藩年寄り、横山木林。性質は、本田と市政生冬の娘。子は、横山隆史獣、横山高見。陽名は時次郎、大前、九馬官位は、十五位下、山城守、川内守。 教法十三年六月十五日、加賀藩年志より、横山木林の四、男として、金沢に生まれる。二位長の創生により、軽子となり、関延元年に木林の死去により、家督と三万国の治療を相続する。法暦三年、藩主、前田重康の家督相続の五霊言上の際に、江戸城で、将軍、徳川家重に拝越する。 法暦7年12月、15位した山城守に助任される。後に、川内守に専任する。明和8年、藩主、前田治治の家督相続の御霊言上の際に、江戸城で将軍、徳川家春に配越する。安永五年没。去年49。墓所は、石川県金沢市の大山墓地。家督は、着南高志重が相続した。 横山家に伝わる古文書調査で、江戸の父と小林から、馬術の練習に励む、藩主集達に馬を献上したことや、総達の馬に乗せてもらったことを、国元の竜達に伝える遠鏡理念に書かれた書状が発見された。ありがとうございます。